ラブスコールという曲をやってみたいと思います。よろしくお願いします。
はそれでいいの。
me cry, won't you see me cry no more? Oh yeah! Ooh. ありがとうございました。なんか知らないみたいですけど、そのマルカンの歌を歌った歌があって、ちょっと有名になっちゃったかなみたいな感じで、せっかくなんで歌してもらおうかなって。本当にそこでね、いろんな県の人とかがいたら、なんかもういろいろ愛の手でね、そうなんですよ、鉛を入れてみようと思ったんですけど、残念ながら今日ゼロ。なので、男の人になったり女の人になったり、これ全部思いつきですけども、はい、頑張っていってみようと思います。そうですか、誰やねんって言ってですね。そうなんですか、はい、なると思います。はい、それでは宮沢克彦さんの、人生で一番のヒット曲を。いや、そうなこれからもっと一番のこれからもっと花巻雨物語でしたっけ。流行らないと思いますね、まあ、これですね、やっぱりこれです。お昼じゃないけどお昼だ。今日どこ行こう。決まっとるやけん。マルカンじゃけんわ。広島弁か。よし。レッツゴー。そう行けば何でもあるのさ。女の街のワンダーランド、エレベーター乗って6階押すだけさ、ちょっとレトロな制服レディー、直径買って半分渡せばあとはお茶入れ待つだけさ、和食にお寿司にそばにとんかつ、ダメ決められない何にしようか今日も迷うぜ。相変わらずコピーにも混んでるな。あ、もう買ってますか。おマルカンさんの粉もんは一応一通り食べてみたけど、はい、ちょっと味が違うな。味が違う。さすが本場の大阪の方はちゃうな。でもソフトクリームは食ったことないやろ。ソフトクリームたくさんも食べたい人。食べたい人。それどうし、九州ですよね。え？あ、博多弁で、博多いいっすね。うっさいわ、このダボ。次行けよ。じゃあ、感想行くよ。足で食べるのさ、ちなみに俺はマルカンラーメンが何を隠そう欲しいなのさ、あのあんかけがたまらないぜ、パプリコラクレープアミツクリームソーダにパンケーキマジありこだい、人気のマネジは今日こそゲットさ、皆さんご一緒に、マルマルマルカンブリー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 、人気のマネジは今日こそゲットさ、ゲットしてね、ワンモアタイム、マルマルマルカンブリー。
バルカンブリーバルバルバルカンブリー何にしようか今日も迷うぜもうブブ漬けでも食べて早く帰ってやまあアコールがあれば何か用意してますですね、いつも、まあ、カズモッコリではよくやってるんですけど、あのビューティフルネームっていう曲をやりたいと思います。これあの何回も聴いてる人もいると思うんですけど、あの震災の時にちょっとあの被災地の方に行って、であの遺体安置所に行った時にあのこう掲示板があって、私ちょっと遺体安置所は自分の身内がいるわけじゃないから入れなかったんですけど、でも掲示板があって、で最初はどこ、例えばあの何々地区の何々何歳とかで名前が書いてあるんですけど、だんだん名前がなくなって、多分何かの手がかりで平成17年男とか、女2歳とかそういうのができちゃったんですね。でそれを見た時にすごく、あの名前だけでも見つけてあげたいなっていう気持ちになったことを絶対忘れないっていうのがあるんですけど、そしたらなんか昔聴いてたこの、昔は何とも思わなかったこの曲がすごいいい曲だなって、これ五代目のこの方は20代でこんな曲作ってるのすごいと思って、でその震災の年からよく歌っているんです。で下の名前を呼び合う人っていうのは限られてると思うんですね。あの岩瀬さんとか名字を呼んでくれる人とか、まああだ名も呼んでくれる人はたくさんいると思うんですけど、自分の下の名前呼んでくれる人っていうのは、もしその人との関係が悪くってもやっぱ成長させてくれる人なんじゃないかなって思います。なので皆さんはそのもらった名前をすごい大切にしてくれたらいいなってなんか思うようになって、これをずっと歌っています。で大人になると、まあ親も年取ってきたりして、まあ親がいなくなったりすると、下の名前を呼んで叱ってくれる人っていうのはだんだんいなくなってくると思うんですよね。小さい頃はよく言われてますけど、そういうのをこう大事にしてくれたらいいなって思っています。下のお名前は何て言うんですか。ようこさん。ようこさん。そうですか。ようことさんで、まあ、太陽太陽って名前ですね。お名前は、下のお名前は何て言うんですか。あゆみです。あゆみさん。あのボリボリ食べてますけど下の秘密さん、秘密さんはもう結構いい年ですから、そうそうそう、お母さんに秘密って言われることはないんじゃないですか。どうなんでしょう。下の名前は何とおっしゃるんですか。ひとみさん。ひとみって言われることどうですか。最近ありますか。あります。あの小学生にひとみばあさんって呼ばれる。最悪ですよそれさん、ね、締めましょう。じゃあこのビューティフルネームはぜひですね、サビのところとか皆さん一緒に歌ってくれたらなと思います。皆さんの名前は命の名前だと思いますので大事にしてください。それでは行きましょう。呼びかけよう名前を。
れた。あなたの今ざっと見たところ海外の人は次は死んでると思いますなので今日やれてよかったな、皆さんに会えてよかったと思います。次の岩手国会は空から見守っていますね、多分まあ秘密さんは間違いなくそうですね今日本当にありがとうございました。みんな宮川勝彦キーボードマイナミ他にもここでしありがとうございました。なんとなく歌っててもいろんな表現をしたいなと思って、いろんな声を出したいと思ってこう、なんていうんですか、低い音域で歌ってみたいとか高いところで歌ってみたいとかいろいろやってるんですけど、なんとなく皆さんから自分の声質でこういうの歌ってって言われると大体知らない歌なんですね年配の方からはよく言われた高橋真理子歌ってとかですね、会社だとスーパーフライ歌っていうのが意外とレパートリーがないというですね、なんですけど、ちょっとウーアの曲をこれまあ、声質に合ってんじゃないのっていうことで自分でも歌ってて楽しかったんで最近やってます。ウーアの情熱という曲なんですけど、まあ、ちょっと切ない感じ、 R&B の何ですかね、ゆったりした感じがちょっといいですよね、ということでお聴きください。Oh,
石なのに頬濡らし心まで溶かし始める壊れるくらい抱きしめて欲しかったけど思い出に笑われて足跡も傷跡隠すもう戻れない情熱を両手に抱いて帰らない思い集めてさよならの口づけしめましょうそれ誰より抱きしめてあげたいけれど切なさにさらわれて冗談が余計に虚しいだったらららら Just a matter だったらららら Just a matter だったらららら Da la 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 Da la 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 Yeah 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 Da sta 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 Da la 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 Da sta sta Da sta la 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 Yeah Whoa whoa yeah Oh oh oh
ございました。まあね、誰かに歌を聴いてもらうというのは本当緊張もしますが、皆さんの貴重なお時間を今日は私たちにくださってありがとうございます。今日は改めて紹介します。一応バンマスです。喋りは何だかわけがわかりません。ギター宮沢勝彦です。ありがとうございました。またお会いしましょう。今日は本当に胸を借りました。前田美優先生です。ありがとうございます。それから今日はですね、朝7時半からずっと働いて夜も手伝ってくれてます、今日の下平智子です。よろしくお願いします。そして今日はこの機会を与えてくださいました芸術工房の皆さん、横田さん、ありがとうございました。お客様、私たちの歌をですね、まあ、見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。